はい、こんにちは、木漏れ日マスターです。ご無沙汰しております。今回もご視聴ありがとうございます。ですね、まあ何をしてたかというと、消費税の対策ですね。もう10月から始まる消費税増税ですね。やっぱりね、飲食店なんで、まあ、10% に上がるっていうのもあったり、軽減税率でね 8% と 10%、 うちはもうね、ほとんどがもう出前とかね、持ち帰りっていうのはあまりないんですけどもね、それでもやっぱり対応ということは捨てていかなければいけないので、いろいろメニューの作り替えとかいろいろ手間取っております。一向に進んでないんでね、動画の方でそっち側に気を取られて動画もなかなか撮れない状態で、まあなかなかフラストレーションがたまりますけどもね。そんな中ね、GoPro 買いました。どうですか GoPro、 ペペペペペペペーン、 GoPro 7、ね、ブラック。まあ、前回ね、メルカリで、お伝えしましたけども、GoPro 5ですか、2万円でね、中古で頼んだ、まあ、とんでもないのが来てね、まあ、憤慨したわけなんですけども、まあ、今回はもう一応ね、いろいろちょこっとこのショーティーとかね、持つとことかカバンとかついて、まあ個人の方からちょっと安めに買ったんですけど、4万6000円ぐらいかな、新品ですね今回は。でもなかなかね、やっぱり届くの遅かったり、ちょっと今回もまたイライラしてもうチェって感じだったんですけど、でも結局ね、もし GoPro 興味ある人はね、Amazon とかよりも、正規の、 ホームページ、 GoPro のホームページですね、あちらから購入されると、安い上に、SD カード、こちらの方もついてくるんでね、僕もそっちにしといたらよかったかなと思いながらも、いろいろね、買ってから思うこともあります。でもね、この GoPro すごいですね、すごいです。やっぱりなんかね、僕これもう買う前にこれ人生変えるカメラなんじゃないかなみたいな、そこまでね直感が降りていたんでね、お金ほとんどなかったんですけど、先月の支払い、クレジットの支払いを見た奥さんが、普段何も言わんのですけども、さすがにブチ切れてきまして当たり加減にしときやって言われたんで、いやもう GoPro だけは返してください、何よ GoPro って、って言われもらって、まあポチったわけですけども、まあね、 GoPro はね、僕がやりたいそのね、視点があるんですよね。料理をしてて両手がフリーになってて、その調理をしてる自分の目線の画面をね撮りたいなっていうのがあって、まあこれ最後にして、ちょっと本当にちょっとお金はちょっと購入、いろいろな購入をね、欲しいもちょっと山積みなんですけども、購入は控えて、まだねちょっと100万円貯めたらドローン買うっていうプロジェクトをちょっと始めてみようかななんて思ってます。まあ、正直ほとんど今貯金ないんでね、100万で、まあ、もう今ある自転車の機材とか売るしかないんですけどね、まあ、でも自転車もね再開するってなったら、なかなか欲しいね、置いておきたい機材とかもたくさんあるんでね、なかなか簡単にもう売り出せず、どうやってお金が稼ごうかな、難しいですね。さらにここに消費税増税の、お店の、お店もお客さん減るみたいなね、どうするピンチこれみたいな、一個考えたんですね。多分おそらくどんな、手立てを打ってもお客さんの数は減ると、でその対策というか、自分の精神を、安定させるために、来客数が減る分、この YouTube の登録者数を増やせと、こんな企画もいいかなと思ってて、こちら面白いことでね、ちょうど今ね34名さんほど登録してくれてるんですよね、ありがとうございます。それでやっぱりね、減った分登録者数を増やすと、それで100名登録者が100名になったら、 YouTube からね、 YouTube チャンネルのアドレスがもらえるそうなんですよ。そういうなんかさ、審査みたいなのがあってね、それが通るみたいなんで、まずその100人っていうのを目標にやってみようかと思うんですよ。
でね、さすがに30回、もう今回でね、31回目になるんですけども、やってみたり、でやっぱり今まで YouTube 見てなかった自分が、やっぱりいろいろなすごい人の YouTube 見てて感化されるっていうのかな、やっぱりすごいなと思うんですよね。もう登録者1000万人とかいうか、なんとか入れたい。やっぱりその、英語圏の人はね、多いんで、有利もありますけどね、もう1000人とか、100人とかいう人でもやっぱりすごいなと思ってて、意識して見てるんですけど、やっぱりその、すごく情報がたくさん、なってる中で、こう見られてる人もね、時間がやっぱり限られてくる。で、限られてくる中で、この私の、たわいもない、この動画を見る時間が果たしてあるのかってね、ここがやっぱり、気づきましてね。やっぱりその役に立つ動画、まあ当初から思ってたんですけど、100本まではね、自分のなんか可能性というか、自分がどういう表現とか、いろんなことまだギター弾いたりとか歌歌ったりということもやりたいなとか思ってたり、そんなことをいろいろやって100本やってみようと思ったんですけど、やっぱりそれじゃね、なかなか増えないなということもある。でね、自分から何か提案というかね、自分から人になんか教えられることってなーって考えたんですけど、なかなかこれがね、ないんですよね。昔にはラジコンで世界選手権出たり、タミヤのね、2000年でしたかね、タミヤの世界大会出まして、静岡まで出たり、自転車では、ツールド沖縄完走したり、深山の、C2M っていうのかな、ちょっとおじさんクラスですね、年齢のあっちで優勝したり、バレーボール国体行ったり、まあ、それは部活ですよね。まあやったらこれだって決めたら結構いろいろ頑張って達成できたりしてたんで、まあ、自分、まあ、今、料理してますよね。だから何かを皆さんに提供できるってなったら、まあ、料理で、まあ、ちょっと最近離れてる自転車ぐらいかなって絞ってきてるんですよね。で、自転車も正直ね、もう今から実際速くなるっていうのはちょっとね厳しいんですけども、そのちょっと離れたから今見えてきてるっていうこともあるん でましてはこれまだぎっくり腰なんですよね。まだ自転車乗れないんですけど、そういうね、自分が過去にこうやったら速かったなとか、僕結構精神論っていう部分もあるんで、そういう部分をちょっとコンテンツ化していっても面白いかなって思ってます。まあね、正直自転車頑張ってた時でもほぼ、月にお休みは1日でして、その1日で長野の栂池まで行ったり、53連勤やって、さらに溝掃除をドブ掃除をやって、腰を痛めて、深山が優勝したりしてるんで、なかなかその時間がない中でのその自転車の速くなり方っていうのに関しては結構僕のノウハウっていうのは面白いんではないかなと思ったりしてます。まあね、それとこの自分の、今回のぎっくり腰もそうですけども、体力の低下、これを復活させるための、自転車の復帰ですから、その辺にどうせなら少しちょっと速くなる方法で皆さんの役に立つ情報を提供できるっていう形でのね、再起をしたいなと思ってるんで、まあほとんど精神論から入りますけどね、私の場合はね。だからちょっとその、動画のその振り分け、結構ね、動画を振り分けれるように、その YouTube さんからもね、動画30本ぐらいになってきたんで、ちょっと振り分けなさいよみたいな指示とかも来てるんでね、そういう風にして、まあ、その健康面、自転車によるかもわからないですけども、スポーツに関するちょっとコンテンツももうやっていきたいなとは思ってるんです。まあもう自転車の実装っていうのはほとんどやってきてないんでね、まあ、機材の方からちょっと整備せなあかんかったり、なかなか時間かかるんですけど、その中でね、GoPro っちゅうのもね、自転車に取り付けて、ちょっと、ロードにね、あんまり GoPro つけても思わないとは思うんですけどね、まあいろいろ、まあ観光的なところもできるし、まあこのね、これとの組み合わせ、本当にね、スキルの組み合わせ、動画と自転車と、まあお料理とか、自分の持ってるスキル、ね、こういうのを掛け合わせることによって人生って豊かになんではないかなっていうのが僕の考えです。そうですね、ほんま最終、ね、ほんまに70歳、80歳で動画編集できたらええって言ってたんですけど、まあ、その時見返しても面白いぐらいにね、やってやろうと思ってますので、
本当に登録お願いします。100人まず目指します。はい、まあ、またね動画の GoPro で撮った動画なんかもねアップしていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。面白いコンテンツになりたいなと思うんですけどね。まあ登録してもらって損をさせないように頑張りたいと思うんですけどね。その辺よろしくお願いします。ではまた。